ッシュ。パワーブスもアップグレード。パワー PC パワーブスが発表されてすぐに現行機種のユーザーにとって待ちに待っていた製品も発表されました。それはパワー PC バージョンへアップグレードするドーターボード。人気爆発は必至なので日本での発売が決まればご予約はお早めに。ビル・ゲイツ会長テレビ CM に出演。 Windows 95で話題のマイクロソフトのビル・ゲイツ会長がこのほど初めてテレビ CM に出演しました。しかもゲイツの大好物コカ・コーラの CM。 自動販売機の前で小銭がなく誰か貸してくれと訴えるという内容です。アミーガの新製品発売した。インターネットに流れる最新情報によると、なんとコムロールの創刊とともに検索者かに思われたアミーガの新製品が出るとのこと。確認は取れていませんが、その CPU は60だという噂が広がっています。秋葉原ヤング電機館。秋葉原ヤング電機館の出入り業者転送紹介のすごくない代表加藤健三です。ここは秋葉原のお店、秋葉原ヤング電機館。今夜もその店内からお届けします。今日の企画はちょっとすごいですよ。アヒアンインターネットプロジェクトの全貌が明らかになる。最先端技術を駆使したアヒアンホームページの最新情報もあるのよね。僕らの知らないところでアヒアンはどんどん進化してるんですね。デンスケはちっとも進化しないけどね。デンスケもちょっとは進化しなさい。新幹線は進化線。もうダメみたいですね。いやもう名前からして古臭いからね、デンスケ、ね、本当に臭いよりはいいけどね。さて今日のアヒアンはデンスケの何倍も進んでるぞ。今日も店内には情報と愛情がいっぱい、思う存分楽しんで帰ってくださいね。この番組は秋葉原つくも電機、幼稚アニメーション学院がお送りします。山田不明まじります。富岡開封をお知らせください。次は4階インターネットフロアでございます。ここはアキアンのインターネットフロア。渋谷のインターネットカフェみたいにパソコンがずらーっと並んでいて、自由にアクセスできるようになっています。いやー広いな、しかも清潔だなんて、うん、このフロアから皆さんにお知らせしたいことが2つあります。まず1つ目は今アキアンが大募集していること。それはアキアンのインターネット支店のホームページコンテスト。今アキアンはインターネットにホームページを持ってます。でもそれはどんどん新しいものにしていきたい。そこで皆さんから新しいアキアンのホームページを募集しているんです。はい、じゃあホームページって一体どんなものなのか、ケイトさんから説明していただきましょう。はい、まあ口で説明するのはなかなか難しいんですけども、まあ、インターネットというねネットの中でですね、うん、このアキアンをテーマにした雑誌みたいなものがあると考えてください、はい、うん、そこにね僕たちの写真があったりね、アキアンのね、外から見てどういう風に見えるか絵があったりとかね、そういう面白そうな記事がいっぱいあったり、番組の内容が分かるものがデータがいろいろ入ってたり、そうですね、そういうのがいろいろね、そうですね、最近のパソコン雑誌とか見れば流行りだから大体載ってますよね、今ね見てもらえば分かるんですけども、うん、実はリットーミュージック主催のマルチメディアアーティストオーディションっていうのがあるんですけども、今回のホームページコンテストはその中の一つとして行うんです。はい、詳しい応募方法はまず部門が2つありまして、アイデア部門、うん、日本放送のロゴマーク、秋葉原ヤング電機館のタイトルロゴ、千葉レコ館長や私の写真などを利用してホームページをちゃんと作ってください、うん、その素材はもういろんなところで入手できます、うん、まず今のこのインターネットの秋葉原ホームページでも
ダウンロードできますし、雑誌インターネットマガジンの10月号の付録の CD ロムの中にも入ってます、データが。そして、そういうのが手に入らない人は請求すればフロッピーでも送ります。請求先は90円切手を貼った返信用封筒を同封して、郵便番号102、東京都千代田区3番町20番地、株式会社立東ミュージックマルチメディアアーティストオーディション事務局、秋葉原ヤング電機館インターネットホームページ係までご応募ください。はい。はい。そしてシナリオ部門というのもあります。うん、こっちはまあ、ただ文章でこんな感じのホームページがいいと思いますとかね、うん、絵でね、だいたいクレヨンとか鉛筆で描いた絵でこういう感じがいいんじゃないですかってね、書いてくれたものでもう OK です。はい。本当にホームページ作ってくれなくてもちゃんとそういうふうに応募できます。はい。はい。作品の送り方はですね、アイデア部門の方はデジタルメディアってことで、フロッピーや MO やね、リムーバブルディスクや PD や、なんかそういういろんなもので送ってください。ハードディスクを丸ごと送ってくれてもいただきます。はい、そしてシナリオ部門の方は、まあ、はがきでも封筒でも、郵便でいいです。宛先はさっきと一緒、郵便番号102、東京都千代田区3番町20番地、株式会社立東ミュージック、マルチメディアアーティストオーディション事務局、秋葉原ヤング電機館インターネットホームページ係、なんと、最優秀賞には賞金10万円です。安いね。そうですね、そんな10万円もらえればね。あ、まあね、嬉しいじゃないですかね。あ、じゃあなんだこれは、リトミュージックやってるマルチメディアアーティストオーディションの中に、うん、アキアン の, あのものが混ざったって感じなんで。そうなんですね。そうそう、だから そっちの他のオーディションの方でもね、いろいろ賞金のもらえる部門があるでしょうから、そっちの方にもいろいろ応募してみちゃうんですかね。そうですね。館長もまあ自分のホームページインターネットに今持ってますよね、うん、自分で作ってるんでしょ、もちろん。そうだよ、作ってるの。でもね、うん、意外と簡単で4時間ぐらいでできるんだよ ね実は。で、ちゃんと作り方を解説した本なんかも出したりしてね。そう、HTML なんですね。ね、もうそれはベストセラー。いやいや、メールで前は分かんないです。まあ、これからどんどんね、そうですね。そうですね。どんなホームページにしてもらうといいですかね。どんなホームページがいいでしょうね。じゃあ、空き家ならではのホームページなんで、ね、今、載っている空き家のホームページ、本物ありますよね。そうですね。なんか、ちょっと付け出せるようなオプションものがいいですね。ね、もうちょっとね、絵と音がね、自在に組み合わさって、こんなこともできるんだって僕らが驚くぐらいな、そういうものを見せてくれるととっても嬉しいんですけどもね。うん、皆さんね、どんどんお待ちしてますから、うん、ね、もう僕らをあっと言わせるような、こんなのいいのっていうようなね、そういうのをどんどんお待ちしてますよ。お待ちしてますよ。さて、それではインターネットフロアからお届けしたいもう一つの情報ですけども、それは何？はい、なんと、アキアンホームページにリアルオーディオが乗っかった。なんでしょうか、それは一体。なんでもよくわかりませんけども、リアルオーディオとは今までインターネットではダウンロードしないとサウンドファイルを開けなかったんですね、うん、それがもうリアルタイムでその場でカチカチってクリックすれば音が出るようになったんですよ、うん、ちょっと説明してももっとわかんなくなったかもしれませんから、うん、実際どんなものなのか聞いてみましょう、うん、でもわかりやすかったよね、今わかりやすかった、わかりやすかったよ。で、今ここにもうインターネットの空き家のホームページが開いてます。実際、はい、今つながってます、はい、リアルオーディオをカチンとクリックします。あ、つながりましたね、うん、大丈夫だな、うんうん、出ましたよ、うん、番組で使ったのと同じ音が。秋葉原ヤング電機館にお越しのお客様、はじめまして、私が夏休みアルバイト、夏美です。ほら、夏美ちゃんの声がちゃんと聞こえる。一人、ね、私は素晴らしいタレントのサマリン。いやいや、ね、でもこの番組を、はい、ラジオでは聞けない地域に住んでらっしゃる方もこのインターネットにもアクセスすれば、番組の内容と同じもの、同じ音がもうね、聞けちゃうんですね、インターネットを使って。あとは実は要は簡単に言うと、今までのダウンロードでなんかサウンドマシンとかが出てきたものがいらなくなったってことなんでしょ、これ。そうなんですね。クリックするとポンって出てくるんでしょ。そうそう、ね、だからもう番組をインターネットを使って世界中に放送してるのと同じことですよ、これは。素晴らしいじゃないですか。しかし、このリアルオーディオを聞くためには、あなたのそのコンピューターのシステムにもリアルオーディオを組み込む必要があるんですけども、それはもうインターネットの最先端に触れるためってことで、うん、ぜひ手に入れて、空き家のサウンドを聞いてみてください、皆さん。そうですね、皆さん、ね、頑張ってくださいね。上へ参ります。ご利用回数をお知らせください。次は北上検討庁会でございます。笑う喧騒紹介。館長、今日は
またまた新しい喧騒紹介の社員をご紹介します。まあ、ちょっとややこしいんですが、喧騒紹介の社員でありながら、Mac のすごいソフトも出してる会社、モーデラーズブランドの社長、小野寺さんです。こんばんは。喧騒紹介平社員の小野寺です。どうも。実は、OL 千葉玲子にとっての社長さんでもあるわけなんですね。ってことは、芸能界から消えちゃった千葉玲の勤めている会社の社長さんってわけですか、旦那。そうですよ。うちの社長ですね。うちのマネージャーもそう、もともとアイドル時代のマネージャーさんもそうなんですけど、もともとボースティックっていう、今のクエストっていうゲーム会社のプログラマー軍団で、それで二人仲良くて、私も小野寺さんに知り合って、それで、結局小野寺さんのところに入って、席を置かせてもらってるんですけど、最初はみんな普通の仲間だったのに、一人だけ社長になったってことですね。そう、そんなことなくて、独立っていうか、まあね、抜けて、でも今はやっぱり上司としてこき使われているわけです。でも、結構ご飯とか食べさせてもらいますからね。社長さんね。はい。ところで、店長さん、今日の商品は何でしょうか？はい、今日の商品は社員の小野寺くんが持ってきてました。社長さん。はい。社長さん、どうぞ。はい、お願いします。まず、どれから行きましょうか？じゃあ、このでっかいジャンパーですね。そうですね。これはバーチャファイター1のですね、はい、プレミアムの CG スタッフジャンパー。まあ、ちゃんとキャラクターが全部背中にプリントされてますね。これはオタッキー欲しがるからね。ねえ。ちょっと貴重なものですよね。これは背中はもう、ね、あ、これ AM2 件じゃん、ほら。ね、AM2 件っていう。どうやって手に入れたんですか？いや、これはですね、社長さんのくせに万引きまで。いえいえ、ちょっと某町から手に入った商品です。あと、こうなんか、ビニール袋に入ったなんか、革の巾着のようなものですね。これはですね、オーストラリアからの、直輸入品なんですけども、カンガルーの、丸々で作った巾着。チンコ？いや、違うんですよ。黒で作った。陰謀って言うんですよ、あれ。漢字、難しい漢字なんですけど。袋で作った巾着。玉と書いて、陰謀？袋で作った。ね。はい。中身はありません。ね、でもな。お金が入るようになるので。これはね、館長も知ってます。カンガルーの大きさってことなんだ、これは。そうそうそう。ちょうどぴったりの。結構縮めてあるかもね、干して。ああ、相当大きいですね。大きいですよね。うん、すごい。では、お買い上げ方法ですけども、欲しい方は、この、コンピューターソフト会社の OL、千葉玲環境に作ってほしい、どんなソフトがいいかっていうアイディアをハガキに書いて送ってください。はい。宛先は郵便番号 100-87、日本放送、秋葉原ヤング電機さん、検討紹介の係まで。はい。じゃあ社長、おしまいに我が社の宣伝を、ドカンとしちゃってください。はい、そうですね。はい、社長さん。今月、新しいソフトが出ました。はい、その名も、ハイパーモモデラーというですね、マッキントッシュ向けのソフトなんですけれども、はい、アニメーションがバシバシ動きます。はい、スプライトシミュレーションです。はい、それと年末にですね、千葉玲プロデュースですね、教育エデュテイメントソフトですか、はい、出ます。はい、ね、皆さんも楽しみにってことで、今日は特別社員として桃デラーズブランドの小野寺社長さんをお招きしました。どうもありがとうございました。以上、笑う健康紹介でした。お客様無料配布、そしておなじみのフリーマーケットと、私と館長と、そしてタワーの開発者斉藤豊さんのトークショーなどなど盛りだくさん、番組の登録もやっちゃいます。時は9月24日日曜日の午後1時から、場所は秋葉原つくも電機特設会場にて、皆さん遊びに来てくださいね。来てくださいね。ね、いろんなもの売りますね。またね。そうです、売りますよ。ね、握手もするし、サインもするし。そう、食べるはしない。そうか。みんなどんどん僕たちにお金払ってね。あ、じゃあスピンアップ持ってこようかなと思って。すげえ。すごいよ、これは。はい。それではおしまいに、すべての宛先を、ケンソーさんから。はい、郵便番号 100-87 日本放送、秋葉原ヤング電機館、それぞれの係まで。秋葉原ヤング電機館のテーマをみんなで歌いながらお別れです。ああ、ではまた来週秋葉原のお店でお会いしましょう。秋葉原館長の千葉玲子でした。出入り業者の加藤健人でした。プッシュして、ほら見て、みんなが君を呼んでる。一緒の中身が明日見て、未来へ進む君だ。秋葉原つくも電機、病気アニメーション学院がお送りしました。ワンボン、セリフはなくても笑顔があれば、いきなり輝く仲間だよ。ハートとハート。
くっつけ合って夢を語る。ボンジュアキアワンドソフト。